毎日言語の英訳作業を行っているのですが、どういう手順で作業しているかちょっとご紹介したいと思います。これまでにも何度かご紹介したんですけどもね、DeepL というソフトがあまりにも素晴らしいので、ちょっとご紹介します。例えば1287行から94行まで、これを以後に言わんに、未だ局を連によらざるのうち、公家勝敗千番変化、その卓にあり。その卓にありといえども、しかれども真運し気動き、しかして後公家勝敗千番変化、初めてその道に現る。ここをもって、ちょっと切れてますけどね、ここを持って、ここを持って、どこに行ったのかな、ここを持って、今読んだところですね、ここを持って、まあいいですね、仏なれば、あ、そっか、こうすればよかったんですね。ここをもって仏なれば、すなわちおのおのその道徳を愚す。道徳すでに備われば、すなわちおのおのその徳を愚す。その徳を愚し、その道を愚す。意味不明ですね。まあ、これ分かりやすい方です。例え話ですから。で、これを以後を例にしてですね、説明してしよう。これを以後を例にして説明しよう。まだ騎士が対戦する前に、その戦いの行方と勝敗は碁盤の上にポテンシャルとして、まあ、可能性でもいいですよね。まあ、ポテンシャルにしました。として存在する。碁盤の上に。あるとは言っても、実際に対戦を始めて、その後に2人の棋士の智謀が働き、碁石が動く。これが真運びっていうのが、こう智謀が働くと訳したんです。そして碁石が、まあ実際に動くんですよね。そうすると気動く。戦いの行方は盤上で千変万化して、最後には勝敗が決する。だから何かがそこに、存在すれば、ポテンシャルと、こうして、それぞれがそのポテンシャルとその現れを持つ。まあ何かがそこに存在すればというのを、まあ、ここは碁盤を号令にして、説明している。ある碁石がそこにある。ということは、その碁石はただただあるのではないわけですね。ポテンシャルを持っている。これ可能性と言ってもいいんですけど、ポテンシャルを持って存在し、まあ、気動き、つまり戦略が働き、知恵が働き、そうしてその碁石を打つわけですね。移動させる。まあそういうことと、この碁石の一つ一つの白黒なんですけども、それが鳥であったり、魚であったり、太陽であったり、地球であったり、時間であったり、空間であったり、天球であったり、蟻の子一匹であったりするわけです。それぞれがポテンシャルを持っていて、それぞれの道を進んでいる。そのことにおいては何にも変わりませんよ、ということをここで語ってるわけです。で、これをですね、ずっとここまでコピーして、そうして、これがまあ DeepL というソフトなんですけど、ここにですね、コピペすると、あっという間に翻訳してくれます。で、この訳がですね、素晴らしいんですよ。素晴らしいんです。で、逆にしても、ほとんど最初の文と変わらない文になってたら、まず間違っていませんね。このソフトはすごいですね。
ぜひともお使いください。無料版からあります。私は年3万円の、プロバージョン使ってますけど、これがあったら、まず契約書類とかね、そのレベルでもまず文法的に間違ったり、単語間違ったりしませんね。本当に素晴らしいですね。では、そういうことで、これを FQ としますと、FQ、これが今、ずーっと来ると、一番最後の、まだ翻訳していないところまで、ちょうど今、この辺ですよね。FQ。これを以後を例にして、でこうやってできるんですね。そして、最終的にはもうこの2つはいらないですね。ですから、英文だけで行番号も取って、英文だけの言語、それからもうこういうところからハイパーリンクをするんですね。Go という、こういうところから実際の Go を打ってる写真とかにポンと飛ぶとかですね。言語の図にポンと飛ぶとかですね、そういうことができるようになると、完全英語版言語ができることになります。では、これで終わります。